ご研究所、バブコック、日立株式会社は、かつて存在した、主に、ボイラー部品の製造、販売を行っていた企業を、神奈川県横浜市西区に本社を置いていた。歴史的経緯により、下記の通り株主の変遷はあるが、2014年2月1日に、三菱重工業と日立製作所両社の火力発電システム事業を統合し誕生した、合弁会社、 三菱日立パワーシステムズの参加に入り、2014年10月1日に同社に吸収合併された。事業中心は火力発電用の蒸気発生装置、環境保全機器、原子力機器など中心とするエネルギー事業を、都市ごみや産業廃棄物の資源再循環及び環境保全などの環境事業から構成される。合併前は生産、開発拠点は 広島県呉市の呉事業所のみとなっていた。かつては横浜市磯国にも横浜工場があったが、敷地を日立製作所に譲渡し、完全撤退した。同社が製造した福島第一原子力発電所第四号機原子炉圧力容器につき、当時同社従業員であった田中光彦は、製造の際に法令上の規制値を超えて、同圧力容器が歪み、ついで、 田中自身が参加して行われた強制作業によって強度が損なわれた恐れが高いほか、当該強制作業が法令に基づかない疑いが高い旨証言している。ただし、道元次路は福島第一原子力発電所事故のため廃路とされる予定である。田中光彦、原発はなぜ危険か岩波書店。ありがとうございます。